よっ。先輩、腹減ってきました。おお、こんだけ腹減りゃ10周年ラーメン腹いっぱい食えんだろ。10周年ラーメン食べるのはあさっての朝っすけどね。坂主さん、やってますよ。おお、さすが藤井くん。おっと、ロペ選手からアキラ選手へ。アキラ選手、ロペ選手へ返す。そのボールをロペ選手、シュートか。いや、パスだ。ちょ、なんだよ急に。ごめん、今度坂主さんがワールドカップの実況をするから練習しようってことになって。え、ワールドカップの実況すんの？すげえじゃん。はい、頑張ります。そしたらなんか印象に残ること言いたいっすよね。真夏の大冒険みたいな。それならもう考えてあるんですよね、坂主さん。いきます。出た、砂漠の大冒険。いや砂漠の大冒険はやばいだろ。そうかな。大冒険ってどんな状況？そっか、麻酔か。ああ、大丈夫だって。そん時思ったことは素直にバシッと言えば、それが名実況になんだからよ。そっか、そうだよね。アキラ君、君の言う通りだ。おっと、実況の坂主、今日は練習で大きな収穫を得たようだ。これはまさに35歳秋の大収穫祭。いや、なんだよそれ。